はい。えー、TTC の皆さん、えー、ナマステ、はいえー。このビデオは、えー、第3週ですよね。第3週の2本目のビデオになります。はい、えー、今週はプレゼンテーションソフトについてお話をしていますけど、えー、2本目のこのビデオでは、授業での説明のための使い方についてお話をしてみたいと思います。はい。えっ、ー、と、大体ですね、あの、基本としてはこれぐらい、えわ、ー、かれば、もう、あの、 事業に普通に使えると思います。レイアウトの使い方。文字、えー、ですね。それから音声、画像、動画、それから Q&A というものです。はい。まず最初、レイアウトなんですけど、えー、っとですね、このメニューのスライドというところから、a p p l y レイアウト、ここをえっとクリックするとこういう表が出てきますので、えー、自分の使いたいレイアウトを選べばいいと思います。大体ですね、最初の1枚目はこのタイトルスライドで、 二枚目からはこのタイトルボディというパターンのものが多いですね。今見せているこのスライドも、ここのレイアウトって書いてあるところがタイトルですね。タイトル。で、ここの、ここがボディの部分です。はい、私のスライドもほとんどがこれとこれだけですね。長いスライドになると、時々このセクションヘッダーを入れることもあります。はい。じゃあ文字をスライドやスピーカーに、スピーカーノートに入れるっていうのですね。で、さっきの、あの、えっ、ー、と、 こういうあのタイトルとかボディのところに文字をもちろんキーボードで打つこともできますけど最近はですね、えー、えー、ボイスタイプスピーカーノーツっていうのもありま、ありますね。あ、ここか。今はここの部分です。スピーカーノートはここのところですけど、えー、ここに、えっ、ー、と、授業で話す内容を、えー、授業の前にここにですね、えー、この、えー、ボイスタイプで入れておくと、これとても便利ですね。はい。もちろんでもこちらやこちらにも、あの、 ボイスタイプで入れることができます。はい。じゃあ、音声をスライドに入れるにはどうすればいいでしょうか。えー、それはですね、このインサートからオーディオを選ぶといいですね。はい。で、ただし、この、これは別のファイルになります。スライドとは別のファイルになるので、学生に共有するときは、このオーディオファイルも学生がアクセスできるようにしておく必要があります。これは今週の後の、えー、明日か明後日のビデオでお見せしたいと思います。 はい。画像をスライドに入れる。写真とかイラストですね。これをスライドに入れるのは、このインサートからイメージ。そしてアップロードフロムコンピュータ。ーでもいいし、まあ私はこのアップロードフロムコンピューターを使いますけど、もちろん、あの、ウェブをサーチしたり、自分の Google ドライブとかね、そういうところから入れることもできます。はい。で、えっ、ー、と、著作権の問題を考えると、この Pixabay というものを使うのが、私は一番いい今は便利だと思いますね。 はい、えー。動画をスライドに入れるときはですね、このインサートからビデオになるわけですね。でそうすると、えー、ここでサーチとか、あるいは、えー、と、URL で入れたりとか、Google ドライブから入れたりすることもあります。ちょっとですね、今、あの、えー、ここをカチッとクリックすると、えー、私の古いビデオがこういううに出てきますね。はい。で、こんなふうに、えー。今ね、多分皆さんには声聞こえていないと思いますけど、 えー、私の耳にはここの声が聞こえています。はい。はい、今一時停止しました。まあ、こういうふうにこのスライドの中で、えー、Google、じゃあすみません、YouTube の動画を再生することもできます。あれはい。Q&A というのは質問を受け付ける方法、ことですね。これはですね、あの、えー、スライドショーを始めるときに、プレゼントの右にある、 え、ところが、プレゼンタービューっていうのがあります。これをカチッと押すと、普通はですね、このスピーカーノーツが見えているんですけど、えー、その左にある、このオーディエンスツール、これを、え、選ぶと、この Q&A を見ることができます。で、ここにですね、スタート。はい、スタート Now スタートニューっていうのがありますから、それをクリックするんですね。 でそうすると自分のスライドの一番上にですね、こういう ask a question, add slides, なんとかっていうふうに出てきますから、えここに、えー、アクセスすると学生が自分の質問を、えー、入力することができます。これはとてもあの役に立つ、えー、あの機能ですけど、あまり使われていないので、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、次のビデオでは、 授業での練習のための使い方についてお話ししてみたいと思います。はい、フィルム連携。